県議会はきょう県北の保健所を統合する条例案などすべての議案を原案通り可決し閉会しました県議会の11月定例会には登米保健所石巻保健所に栗原保健所大崎保健所にそれぞれ統合し支所化する条例案などが提出されていました最終日のきょうこの条例案を含む52議案すべてが原案通り可決され 来年4月の保健所統合が決定しましたまた、総額400億円の補正予算には20日に再開する3回目のワクチン接種のための大規模接種センターの運営費におよそ16億円投油代を助成する市町村への支援などにおよそ5億8000万円が盛り込まれています